まず大臣の方からよろしくお願いします。はい、私の方からまず1点、昨日月曜日に、理化学研究所並びに、京都大学の方に、視察に出てまいりました。特に理化学研究所の播磨研究所、いわゆる計算科学研究機構および京都大学の iPS の細胞研究所に行ってまいりました。播磨研究所におきましては3月に供与を開始しました X 線充電子レーダー施設サクラ並びに、大型放射光施設スプリング8などの最先端の研究基盤を視察をしました。その後次世代の、スパコン K を整備状況を視察をいたしました。その後、京都大学の iPS 細胞研究所におきまして山中先生によって流通方法が確立された iPS 細胞に関する最新の研究状況および今後のこの研究所の支援のあり方についての意見交換をやっていただくということで、ございます。私は、この視察を受けまして、特にこの X 線充電子レーダー施設サクラ、さらにはスプリーム8、さらには K という非常に世界の第一線級の研究基盤でございますから、これをもう少し、連携を密にする、このことによってさらにいい相乗効果が成果として、出てくると、こういうふうに思っておりまして、そういう視点で文科省としてもどういう協力ができるか、検討してまいりたいというふうに思っておりますし、理化学研究所の方にもそういう思いをお伝えをいたしました。2点目のiPS 細胞につきましては、約今、200人ぐらいの規模で、研究が進められておりますが、一つの、ターゲットとしておりました、時間軸とさらなる、補強をどういうふうにしていくかということが非常に大事でありますし、常に、最先端という立場でいきますと、これは非常に私はいろんなところに応用要素が広がる、特に再生医療の治療という考え方と、もう一つはやっぱり創薬という新しい、薬を作っていくための部分、さらには分析が可能となるものですから、より、政府としてもまた文科省としても、積極的に、どういう役割でどういうふうにバックアップができるのかということは、支援をしてまいりたいと思います。特に研究に携わっておられる研究者の方々の身分等々を含めて、これをどのように、確保していくか、でなければ、研究者の流出につながる、こういうこともあるものですから、それらを含めて今後どういうターゲットでこの研究開発、研究をしていくのかということにも関わってくるわけですが、積極的に私は応援をしてまいりたい。とりあえず私の方からは以上でございます。ありがとうございます。幹事社から一問質問させていただきます。今日から2年ぶりに、学力テストが始まりました。今年からですね、初めて理科が追加され3科目になったんですけれども、まずこの2年ぶりに行われることと3科目になったことについて の大臣の受け止めをお願いします。はい、昨年は、震災等々ございまして、見送ったと、いうことで、2年ぶりとこういうことになります。対象科目につきましては、今ご指摘の通り、国語、算数、数学にプラス理科を加えて、抽出及び希望、利用科目を今回取らせていただいている、こういうことでございます。大体そうしますと、全国で大体 80% を超えるカバレージを持つか、こういうことになっております。まず本日の調査が円滑に、行きますように、全国の学校や
教育委員会に適切に予定しながら万全を期してまいりたいと、こういうふうに思います。この調査結果につきましては、私は、大体8月頃に、取りまとめを、してまいりたいと対応に思いまして、公表並びに、等々については、どういうふうに、公表するかということも含めて、検討し、各教育施設や教育指導の充実改善に、努めてまい、りたいと思っております。対象学年につきましては小学校6年生、さらには、中学3年生、こういうことでございます。今ご質問のなぜ、理科をこう追加したのかと、まあ、こういうことでございますが、OECD 等々のああいう調査結果を見ても、決して理科の学力が落ちているとこういうふうにはデータ的には出てないんですが、ただ理科を出たいという意欲、これが、少し低いのではないかと、こういう観点から、理科を抽出し、どういう意味で、理科が、意欲が、低いのかと、こういうところ調査をすることによって今後の理科離れ等々につながっていくのかいかないのか、こんなことも含めた調査にしてまいりたいと、こういうことで、ございます。各社どうぞ。大臣、共同としての役割です。今回の学力テストに関しては、希望利用する学校はですね、前回、まあ、2年前の前回に比べてですね、まあ、およそ1割ぐらい学力ですけども、はい、まあ、全体でそれで、まあ、1割を超える学校になったわけですが、はい、この参加率、あるいは伸びについて、大臣はどう見ていただけますでしょうか。まあ、やっぱり、まあ、中止調査としっかり調査みたいな、きめ細かい調査ということで、合わせて、文科省として、やってきているわけでございますけれども、今ご指摘のように、希望と、こういうことからすると、やっぱり客観的な、学力の状況というものは、学校としても、教育委員会としても、知りたいと、まあまあ、こういうことなんだろうと、思っております。大臣、はい、重ねて別の質問に移りますが、はい、昨日の中央教育審議会ですね、学生に勉強させる方策をですね、関するですね、全大学学長へのアンケートを行うというようなことが提言されて、まあ、文科省は近くなってくる方針のようですが、こういった学生のですね、学力を磨くことが叫ばれてますけども、学ぶ意欲にはですね、大学教員の例えば、まあ、教育に関する熱意ですとか、教授法、あとは、まあ、大学のカリキュラムといったですね、取り組みといったものも大きく影響するというふうに思うんですけども、先般、まあ、大学生の学力をこう調べていくと、経験で見ていくというようなテストを取りですね、勉強しないという一つ要因をですね、大きな要因を、まあ、学生にのみに帰するというふうにも、まあ、受け取れるんですけども、こういった他のですね、要因、学生を取り巻く環境について、大臣はどのように対応いたしますか。これはあくまでも学生を対象にしましたけれども、その学生の受け止めているその認識ですよね、これによっては学校の学ぶ環境とかその発想していく環境に、十分でないと、こういうようなところがあれば、それも、取っていきたいと思いますし、ご指摘のように学生だけの問題ではない、こういうことは明らかだと私は思ってますから、どういう切り口で見ていくかは別にいたしましても、これは一つの大学改革のですね、大きな情報に私はなっていくと、こういうふうに思ってますから、学生だけを切ってるわけではありません。いろんな角度でやっぱり見ていかないといけないと、そういう中で一番学び屋におる高等教育機関におる学生の認識を、どういう認識で学生は考えているのかということはやっぱり、学長に、あるいは学部長にも出していると思うんですが、こういうことでありますから、あらゆる角度から取っていきたいと。
有識者のお声も聞いておりますし、学長が本当にやろうと思ってもできない要因は何なのかとか、こういうところも含めてですね、捉えて、というところは、大学改革につながっていきたいと、こういうふうに思っております。はい、すみません。それに関連して、はい、まあ、例えばこの間、漫画大学って大阪の方で、漫画の名前の付く大学が申請されたりですね、うんうん、まあ、そういう、まあ、大学教育も、まあ、その勉強検討じゃなくて、うん、多様なものになっていく面もあるのかなと思うんですけれども、うんうんうん、まあ、私はやっぱり多様化した時代でありますし、多様化した価値観を持っておられる方もおりますから、いろんな特性を伸ばすと、こういう観点の、高等教育機関があっても私はいいと思っています。ただ、むやみやたらに、増えていくということについては、うん、現在あるわけですから、学生数が減っていくと、こういう中にあっての相対的なものとして、どうなのかという、指摘もあることは事実でございますが、より質の高い、大学機関でなきゃならないということは、文科省としても常に肝に銘じなきゃなりませんし、大学を運営されておられる、トップの方々についても、その危機感は私は共有してもらいたいと、こういうふうに思っています。特に私は、大学とその地域社会の、密接度というものを、見たいと思っております。特に地方の大学について、私この頃、地方の大学を中心に、視察をさせてもらっているのは、そういう視点で、特に地方の地域社会、産官学含めて地域社会の形の大学がどういう役割を担っているのか、このことをしっかりと、見たいと、こういうことで、これからも時間があれば中国に出かけていこうと思います。これも一つの大学改革の、視点に、してまいりたいと思っています。はい。石原東京都知事がですね、ワシントンの方で講演をされまして、政策書と、まあ、後で交流するというような発言をされているんですけども、それに対して大臣、何か所感あれば。まあ、石原知事らしいなという気は、いたしますが、まあ、私も、官房長官の時には、そういう発想をしたことは、ございます。結論的には実現はできませんでしたけれども、まあ、我が国の固有の、領土でございますし、これが、まあ、民間の所有者であると、こういう観点から、領土の問題を含めた、安全保障の中でどうあるべきかという議論は、今日までもあったと思いますから、その一つとして、石原氏がそういう発言されたのではないかと、こういうふうに思います。じゃあどうなんだということに対するコメントはそこまであるんですけどね、所感ではありません。他にありますでしょうか。すみません。キャリアの点を高くて、この医学部の入学定員について担当する副大臣の答えがあったと思うんですけど、現在の検討状況を知っています。もう一度言ってください。もしかして大きなこれで医学部の理学部医学部入学部入学定員について、はい、担当する副大臣の答えがあったと思うんですけど、今の検討状況を教えてください。検討状況というよりも、これはいろんな、まあ、副大臣の辞任によって、遅れているとか、運営ということではありません。文科省として結論を出さなきゃならないことは出していきます。これは、まあ、いろんな要因があり、特に医学部という観点からではなくて、地域に偏在する医療の在り方をどういうふうにすべきであるかという観点から、医学部という行政機関をどうするか、こういうことだと思います。そういう中にあって、これから、少子化時代に入っていく、人口構造が大きく減っていく、こういうことも一つの大きな要因として見なきゃなりません。地域間格差がございます。そういう中で、
医学部を作りなさいと、作ってほしいというご要求と、いろんな要因で、それは、反対だというお声もあることも事実でございます。したがって文科省としては、文科省の立場で言えば、地域に偏在している医師不足に対してどういう方法が、改善がベストなのか、こういう観点。もう一つはやっぱり今の医学の養成機関を見ますと、女性のドクターっていうのは結構多くございます、が、タンスに入れているタンスドクター的になっておりますものですから、もう少しその貴重なそのドクターをこの社会の中でどういうふうにして環境整備ができれば、働き場に社会で活躍する場が出来上がっていくのかという、こういうこと。今一つは各医学部に、定員枠がございます。定員枠をある意味、増減させることによってどういう解消ができるのか等々踏まえながら、医学部の新設どうするかと、こういうことの結論を導いていきたいと、かように思っています。さっきからでは違ったっけ大臣、先ほどの大学のですね、地域の大学の関係なんですけども、いろいろ視察していく中で、大学と地域の関係というものに非常に着目されたと話は分かったんですけども、近年、地方大学はですね、近年のいろんな行動改革とかによって、共同的資金が増えたりとかしてですね、非常にそういった予算配分といったものがですね、削られて、かなり運営が厳しくなっているといったところもあるようですけども、大臣は今後ですね、こういった地方大学の実情に応じた形での国立大学運営を考えるハイブルールに関してですね、そういった地域枠的なものですとか、あるいはハイブルールの見直し、そういったものについて、検討されるお考えがあるんでしょうか。当然これ、もっとその伸びてもらわれて困るというところと、通常の今の旧体制と変わらないということであれば、当然そこに、選択と集中という考え方は私は取り入れていくべきだと、こういうふうに思っています。したがって運営交付金という形で触っていけるのかどうかは別にして、これについては慎重にしていますが、要はより伸ばしてもらいたいということと同時に、そういうことを考えていない地域とあまり接点を持っていない大学というのは自然に私は淘汰されていくものだと思いますから、しっかりと質を高めていくと同時に、その地域社会の中で、あるいは企業とのつながりが非常に太いとか、そういう意味合いのやっぱりありがた論をしっかり持ってもらわないと、生徒が寄ってこないんじゃないかということに私は思いますから、これは国立法人だけではありませんよ。私学についてもどういう特徴を持ってやっておられるのかと、要は質の高い人材をどうこれからの日本に社会に送っていくかというところに、どういう着目点を持ってやっておられるのかということであります。加えて総体として大学の成果目標というものを私もっと明確にしていきたいと思います。入ればなんか自動的に出るようなシステムが本当にこれからの社会に合う人材になっているのかということですから、この社会とはやっぱりしっかり密接連携が取れる、あるいはギャップを起こしていない人材はやっぱりどう排出していくかという、こういうことなんだろうと思いますし、国際社会とどういうふうに日本の大学との接合も図っていくのか、人材、いろんな多岐にわたることですから、かなり、思い切った改革を進めないと、いけないのかなというふうに思います。ただ一方では大学の自治というものがありますから、ガバナンスを含めて、相当学長さんを含め、理事者の方は頑張ってもらわなきゃいけないというふうに思います。